ウイルスの感染者の発表は東京都では初めて1000人を超えて1337人、そして全国も初めて4000人を超え4520人と感染が急拡大しています。東京都は感染状況を見極めながら緊急事態宣言の発出を政府に要請することも視野に検討することにしています。東京都内では大晦日の昨日、感染の確認が初めて1000人を超えて、これまでで最も多い1337人となりました。それまでで最も多かった日を一気に388人上回り、都内で感染が確認された人は合わせて6万人を超えました。都内では先月18日に5万人を超えたばかりで、2週間弱でさらに1万人増えていて、感染の急速な拡大に歯止めがかかっていません。また昨日時点で入院患者も過去最多となったほか、重症の患者も緊急事態宣言が解除された後では最も多くなるなど、専門家が危機的状況に直面していると指摘する医療提供体制のさらなる悪化も懸念されます。都はこの年末年始は外出を控えて家で静かに過ごし、飲み会は行わないなど感染防止対策の徹底を繰り返し呼びかけていますが、まだ目に見える効果が出ていません。都は感染状況を見極めながら緊急事態宣言の発出を政府に要請することも視野に、新年早々から今後の対応について検討することにしています。全国でも昨日は4520人の感染が発表されました。1日の発表が4000人を超えるのは初めてで過去最多です。また49人の死亡の発表がありました。厚生労働省によりますと、昨日時点の重症者は過去最多の681人となっています。感染症に詳しい東京医科大学の浜田敦夫教授は、このペースが続くといわゆる感染爆発という状況になりかねず、非常に危惧すべき状態だ。緊急事態宣言のような国の対応や各自治体の対応をもう少し強く行うべき状況になってしまったのではないかと思っていました。1度クラスの非常に強い寒気の影響で、元日の今日も新潟県や北陸、東北の日本海側の山沿いを中心に雪が強まっています。引き続き大雪による交通への影響などに警戒が必要です。今日午前4時の積雪は新潟県魚沼市で1メートル36センチ、秋田県横手市で1メートル33センチ、兵庫県豊岡市で37センチ、富山市で23センチなどとなっています。それから明日にかけても新潟県や北陸、東北の日本海側の山沿いを中心に雪が強まって大雪となり、平地でも積雪が増える見込みです。気象庁は交通への影響に警戒し、屋根からの落雪、電線や樹木への着雪、雪崩、落雷や突風にも十分注意するよう呼びかけています。雪下ろし中の事故にも注意し、必ず2人以上で作業を行う、軒先からの落雪や屋根からの転落に気をつけるなど、十分な安全対策をなさってください。昨夜、千葉県流山市の住宅で母親と娘とみられる女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、搬送された病院で死亡しました。警察が家からいなくなっていた住人の30代の男を探していたところ、現場近くの交番に出頭し、母と姉を刺したと話したということで、警察は殺人の疑いで捜査しています。昨日午後8時半過ぎ、流山市江戸川台東の住宅から女性の声で救急車をお願いしますと110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、家の中で70代くらいの母親とみられる女性と40代くらいの
その娘とみられる女性の2人が血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが死亡しました。警察は家からいなくなっていた住人の30代の男の行方を探していましたが、午後11時過ぎになって現場近くの交番に出頭し、包丁で母と姉を刺したと話したということです。当時男は血がついた包丁を持っていたほか、首や手首に怪我をしていて、病院に運ばれ手当てを受けているということです。警察は殺人の疑いで捜査するとともに、男の回復を待って事情を聞くことにしています。警察によりますと、男は祖母と両親の4人暮らしで、昨日は別居している姉も家に来ていたということです。1年延期された東京オリンピック・パラリンピックは、今年夏の開幕に向け準備が進められています。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が世界で依然として続く中、7ヶ月後にどのような形で開催できるのか、関係者は難しい舵取りを迫られています。東京大会はコロナの感染拡大で史上初めて1年延期され、オリンピックが今年7月23日、パラリンピックが8月24日の開幕に向け準備が進められています。春には観客の数の上限を決め、聖火リレーがスタート。4月にはコロナ対策を入れたテスト大会が本格化し、6月までには各競技で代表選手が決まる予定です。しかし、世界で依然として感染拡大が続き、変異したウイルスも確認される中、去年3月には延期の理由にもなった代表選手を選ぶ大会が世界各地でできるのかや、外国からの受け入れを含め観客の数をどの程度制限するのか、また医療現場に負担のかかる大会の医療体制をどう構築するのかなど、